歌手で女優の大原櫻子27が17日、自身のインスタグラムを更新、永遠に憧れの存在だというアーティストとのツーショットを公開した。永遠に憧れの存在彩香さん、と記し、歌手の彩香とのツーショットを披露。フンタレトゥール2023、じっくり聴かせていただきました、と彩香の全国ツアーに足を運んだことを明かした。あ、いや、じっくり聴いたし、他の人に負けないくらいの声で、コール&レスポンスは歌って跳ねました周りの方々、ごめんなさい楽しすぎました。と楽しんだ様子。いろんな思い出と重なって、最後の方は、視界がぼやけてました、と綴った。ライブっていいな、って改めて感じて、ライブのあり方とか向き合い方とか、音楽のエネルギーの凄さとか、自分自身、歌を届けられる立場で、そのことへの感謝をもっとしたいと思いました、と記した。この投稿に、ファンは、おーおーおー、彩香さんと、オーディションで彩香さんの歌を歌った人かこの10年を振り返られる大切な存在やね、と反応。他にも、素敵なコラボおめでとう、姉妹みたい、いつかコラボしてほしい、素敵です、すごいビッグな二人の共演ですね、笑顔が引けてる、などのコメントが寄せられている。